どうも、有山八子です。どうも霊夢です。今回は、J1 リーグ第32節、ガンバ大阪戦について語ります。やりましたー。アウェイで逆転勝利でございます。ルヴァンカップの良い流れを継続中でございます。タイトルホルダーとなった我々だが、実はリーグ戦では、大量失点連敗中だったわけだから、この勝利は大きい。悪い流れをストップして、リーグ戦でもいい順位で終えるために、大きな勝ち点3だった。それでは、そんな気分のいい試合。スタメンはこちら。基本的にはいつも通り、シーズン最終盤に差し掛かり、現在のスタートメンバーはこれ、といった形。ルヴァンに引き続き、安定感を見せている長石がリーグ戦でもスタメンを勝ち取り、累積のグローリに代わって渡しろ。サイドのバックアップは亀川。なんといっても、ルキアンがベンチに入ったのが最大のトピック。それでは試合の中身を見ていきましょう。立ち上がりは一進一退といった感じ。相手が後ろ5枚で重心が重かったので、ボール保持の局面では、押し込んだ状態に持ち込めたが、こちらの前からの守備がはまらず、相手にうまくボールを前線まで運ばれる場面が多かった。そして前回のガンバ戦でもそうだったように、ライン間にうまく立たれて、外に追い出したいのに、中央から守備が崩される嫌な展開だな、と思っていたら、コーナーキックから失点。ニアで先に触られて、遠いサイドでフリーになった選手に決められた。セットプレイからの失点、今年結構多いわよね。そうだな。何かしら対策は必要だと思う。対ガンバで言うと、前回の対戦でもフリーキックを大きくファーサイドに蹴って、ヘディングでの折り返しを決められる、という失点があった。素直にゴール前に蹴らずに、ワンクッション挟んで、一度揺さぶってからシュート、という狙いがあったのかもしれない。アビスパにはこれが効果的だぞ、というスカウティングがあったのかもしれない。失点以降も守備の的が絞れず、うまく運ばれて、危ない場面が何度かあったが、相手が守備ブロックを低い位置で構えるので、こちらもボールを持てる時間がそれなりにあり、ボール保持率はほぼ互角ながら、相手がやや優勢な前半となった。で、後半開始と同時にウェリントンを投入。すると、1分も経たずに同点ゴール。やったわね。うむ。前半戦を見ながら、後半頭からウェリントンを入れてくれないかなとは思っていた。理由は、いろんな意味で山岸の負担がでかいから。一つ目は、怪我が怖い。山岸は相手を背負った時の技術は、リーグ屈指のうまさだけれど、ウェリントン、ルキアンほど、筋肉の鎧を着込んでいるわけじゃない。どこか体を痛めそうで怖かった。二つ目は、純粋なゴールゲッターとしてのポジションが取りにくかった。後ろからボールを蹴る的として、常に中央最前線に張っていなければならず、力の大部分をポストワークに割かなければならなかった。確かに山岸が点を取った場面では、中央に構えたウェリントンが、相手のマークを引きつけて、山岸は、ゴールを狙えるポジションを探して、自由に動き回れた印象ね。そうだな。山岸、今野、金森の組み合わせだと、ウェリントンの位置に山岸がいないといけなくなる。なるほど。じゃあ、ワントップには山岸ではなく、ウェリントンやルキアンを入れた方がいいのかしら？それは状況によると思う。山岸はポストプレイヤーとして、リーグ屈指の実力者だ。最近の試合でも、川崎戦では福田解説員がベタ褒めするほどのポストプレイを見せたし、浦和戦でも前の1点目は山岸が起点だった。しかし、今回のように相手センターバックがガツガツ来るタイプなら、動くいは、こと、ウェリントンや、ルキアンがその役割を肩代わりしてあげる方が、山岸がよりストライカーとしての仕事に専念できるだろう、という話だ。なるほどね。それにしても、うまく相手を崩して得点できたわね。ああ、前島の得意なカットインしていくプレイと、今野の瞬時の判断力、そして山岸の冷静さ、良いところが重なって生まれたゴールだった。この得点以降も、アビスパペースで試合が進められた印象ね。そうだな。ボール保持率はあまり変わらないが、注目はパス成功数。相手とほぼ同じ数字だが、注目はそこではなく、我が軍の数字で400本以上というのは、あまり記憶にない。別に保持率やパス数にこだわってはいないので、多ければいい、というものではないが、相手に低く構えられると、速攻の形が作れず、自滅していくのが我が軍の特徴だったが、相手の守備に穴を開けるためのボール回し、が少しずつできるようになっているのがよくわかる数字。ウェリントンに当てて、その近くに寄った選手が前向きにボールを受けて、ダイレクトで展開していく。複数人数でうまくボールを回せていた。そんな小気味良いダイレクトパスが何本も繋がって、PK 獲得。キッカーは山岸。蹴るまでになんとなく嫌な間があった。浦和戦後に、もっと思いっきり蹴ればよかった。的な山岸のコメントがあったので、そこに引っ張られなければいいなぁ、と思いながら見ていたら、やはり強いキックだったが、コースは甘いところに飛んでしまった。PK は入らないもの、と割り切ってはいるものの、やはりここで逆転できなかったのは痛かった。この試合、
勝てていなかったら、結構引きずったかもしれなかった。ここで皆さんに質問。果たして、今後も PK はエースの山岸に蹴らせた方が良いのか？別の選手に蹴らせるべきか？もちろん、この先ずっと山岸に蹴らせないなんてことはありえないけれど、次の試合で PK チャンスがあったら、結構悩む気がする。あなたはどうお考えですか？コメント欄に意見を書き込んでください。また、別の選手が良いとお考えの場合は、誰に蹴らせるのが良いのかも一緒にお願いします。そしてそして、その直後にルキアン投入。これはもう、ここで決めたら、チームは一気に盛り上がるぞ、のタイミング。そして本当にゴールをゲット。ガンバも調子が良くないチームの典型のような、ラインが下がりっぱなしの状態になり、余裕を持って上げた田代のクロスが、相手に当たってルキアンにとって最高のボールになった。もう、ルキアンに決めさせよう、という筋書きがあったかのようなボールの流れだった。まあ、とはいえ、ゴールまで結構距離があったので、ルキアンのヘディングの威力はさすがというべき。いやー、気持ちよかったわ。その後のルキアンを祝福する選手たちの輪を見て、ここに来て一段と結束力を増したようで、ルキアン本人にも、チームにとっても、ベストなシナリオでした。というわけでハハハコデデドルボルトのコーナー。まずはゴールキーパー、長石。6.5、相手のクロスにキャッチできそうな場面も、すべてパンチングで対処していたのが若干気になったが、特に前半、失点以降に続いた、複数の相手シュートシーンにも、落ち着いて対応できていた。サイドバック、湯沢。6、いつものように、アグレッシブな姿勢で攻守に走り回った。何度も今野の外側を走り抜け、惜しいヘディングシュートの場面もあった。センターバック、田代。6.5、ゴール前で体を投げ出したスライディング、シュートブロックなど、らしさを存分に発揮した。決して足元の技術は高くないが、つなぎの場面でも無難にこなした。センターバック、奈良。6、特に前半、若干ラインが間延びし、スペースが広がる状態で、相手にスピードを生かした突破を仕掛けられ、かなり苦戦したが、なんとかファウルで止めた。前線に一発で通すパスなど、攻撃で良い部分も見せた。センターバック、宮。6.5、守備面では出足の速さが目立った。特に後半、相手を押し込んだ状態が多くなり、左利きの利点を生かしたパスが効果的だった。サイドバック、前島。6、攻守ともに無難な出来だったが、1点目のきっかけを作ったのは彼。得意のスルスルと中へ侵入していくドリブルで、チャンスを演出した。やはり、相手を押し込んだ状態で、彼を左サイドに置いておくと、効果的。ボランチ、前。6.5、井出口とともに、攻守に奮闘。特に後半、前目の位置でフィニッシュにつながるパスを出して、攻撃の仕上げに関わる仕事も、精力的にこなした。ボランチ、井出口。7、今日も12キロ走った。もはや走行距離でチーム1位になるのは当たり前になってきた。危険な場面を未然に防ぎ、ビルドアップの出口になる。前に後ろに左に右に、とにかく、攻守両面において効いていた。フォワード、今野。6、いつものように攻撃の起点となった。山岸と適切な距離感でポジションを取り、ボールを引き出し、ドリブルで攻撃を牽引した。1点目をアシストしたほか、PK をゲットし、目に見える形で結果を残した。フォワード、金森。5.5、悪いプレイではなかったが、印象に残る決定的な場面はなかった。いつも通り、地味ながら守備での積極性は良かった。フォワード、山岸。6.5、前半はターゲットマンとして奮闘。後半開始早々に得点。いつものことだが、ゴールシーンは簡単ではない。キーパーの動きを最後まできっちり確認して、相手に当たらないコースに流し込んだ。技術と落ち着きはさすがというほかない。が、PK 失敗はやはり減点対象とした。途中出場、ウェリントン。7、後半だけの出場ながら、山岸、今野より高い点をつけた。前線でターゲットマンとしてボールを受け続け、山岸の負担を軽減し、チームを活性化させた。得点やアシストはないが、勝利を呼び込んだ一人と言ってよい。途中出場、亀川。6、短い出場時間だが、守備も安定していたし、奪ってから即、前線まで駆け上がるなど、攻撃でも積極性を見せた。途中出場、ルキアン。7、短い時間の出場だが、値千金の決勝ゴール。なんとかチームの役に立ちたい、という気持ちで予定より早くチームに合流し、勝ち点3につながるゴールをゲットしたのは、残り少ないシーズンのことを考えても、大きな活躍だった。それにしても、試合後のロッカールームを映した一枚。長谷部監督から良かったところ、次の試合に向けての反省点など、選手たちに熱っぽく語られたものと思う。が。そんなことより、
今後の体がすげー。あんなに小柄なのに、あんなにベビーフェイスなのに、体は、ザ・アスリート、違う、ジ・アスリート、おーおーおー。しびれる憧れ、やめろ気持ち悪い。不摂生のゴンゲみたいなハチコがセクシーバディに夢中になっているのでそろそろ終わるよ。皆さんの試合に対する感想、選手に対する評価をぜひぜひコメント欄で教えてください。それではまた。